初めて見た気がする。なんかなんかデコられてる、なんかピン、なんか不思議なデザイン。くまんまやす、おかかかこさん、近藤やすけさん、くらしやのぶ、こんばんは。7周年ギフト、え、ショールームって7周年？うちらのちょっと先輩、7周年なの？でもほぼ同期へえ、おめでとうございます。7周年、え、いつですか？今日。ペッケだっけ、うちさん、地味ちゃん、ゲストありがとう今日からなの？今日記念日なのかなえ、ごめんね、記念日ループすいません。記念日ループそうなんですね、7周年なんだ。小次郎さん、ギフトありがとう。ワッカグロリアさん、スペースすごい、池様さん、こんばんは。小次郎さん、トラックエロ、ギフトありがとう。2013年11月25日あ、明日じゃん、もうすぐ。明日からっていうか明日なんですね。7年前の明日から始まったそうなんだ。そんなに、なんだろう、でもまあそんな感じかもね、考えてみたら。そうだね、私たちが、そうだね、そんなくらいなのかな。ロッティさん、ロマッタコさん、こんばんは、ありがとうございます。7周年めでたいですね。共に歩んできてるね、ショールームとほぼ共にショールームの配信できるようになったのは、パイナミキしてありがとう。でも私は2年目とかだったのかな。1年目からはできなかった気がするんだよな。2015年からか。ちょっと時間が空いての、そこからはほぼ一緒に ね。小次郎さんに、ありがとう。難しいですね。ああ、アピールとかか。そっかそっか。なんか限られてたんだっけ、いつできるみたいなのが。こんなに自由にできなかった気がするんだよね、最初は。小次郎さんに、ありがとう。なんかね、そうだったよね、確か。いや、随分変わったな、システムも。キー君、こんばんは。あ、そうだ、許可取らない、そうだ許可取らないとダメって今じゃ考えられないそうだ、そうだね、限定的にやってたのか毎日許可取らないと
そうだね。なんね、そんな感じだったんだね前はね。確かに毎日配信というものがまだなかった時代かもね。さっきさんに来てありがとう。そうだね、なんかイベントごとにやってたって感じかもね。何かのイベントと連携してみたいな、こういう日常系って感じじゃなかったかも前はね。昔の話。不思議だ。テイさんギフトありがとう。私が毎日配信し始めたの結構遅かったからね。なんかちょくちょくショールームはやってたんですけど、毎日配信を始めたのは、だいぶ遅かったですね。キミさんこんばんは。コングさんこんばんは。ねえ、あ、竹内さんありがとうございます。これはクマだるま、だるまクマさんとは、どんな、リスナークマタワー、そんな名前なの？かわいいね、だるまになってるありがとう、かわいい。7周年のタワーなんだ、わー、ありがとうね竹内さん、ありがたわー。さっきさん、竹内さんにありがとう、ありがとうございます。なんでだるまにしたんだめでたいみたいな感じ。あ、いろんなグッズをつけてるの。あ、星とか、星とか、何、ハートとか、星とかハートとか、そうだね、星とかハートとか、そっかそっか、だるまギフトにかけてるのか。あっちゃんたま、ギフトありがとう。ギフトデザイン会議ってどんな感じなんだろうねあっちゃんてんさんギフトありがとう。なんかちゃんとあんまり被らないように考えてる気がしません？なんか毎年のイベントごととかちょっとずつ変えたりしてる気がするジノ出てみた猫さん、ミキちゃん、ジョン、トーモさんこんばんは。だね、次何来そうかみたいな前予想したりしたな。竹内さん、テイテイギフトありがとう。テニスボールギフト欲しいねそうだね、流行ってるものとか、モリッシンこんばんは。竹内さんギフトありがとうね。オリジナルギフトあったらすごそう。
なんかスポーツ系のってなんかあったけど、あったような気もするな、あったような気もするけど、でもなんかこうボールとかなんかスポーツの道具みたいなのはなんかあんまりないイメージ。ゆうちゃん、竹内さんにしてありがとう、ありがとうございます。近いし、近いしちゃう、パコンパコンパコンって。早技だね。そしたら超早技になっちゃう。ボレーだね、確かにこれはもうボレーの息だわ。打ってられないボレーです。そうだね、決まったら楽しそう、反応しちゃいそう。ツイート、おはいいねのことかな。いいね、またぜひしてください。タンマーギフトありがとう。ボレーね、ボレーの練習な。突っ張り。竹内さんギフトありがとう。23時50分、うん、23時50分早いね。すいませんね、今日は遅くて。あ、568日、ありがとうございます。テイテイギフトありがとう。5、6、8、みっちひろさんギフトありがとう。ねえ、最近本当に夢をよく見る。なんかもう全然内容覚えてないんだけどね、もうすごい展開が変わるのが、もう場面展開の数がすごくてね。そう、本当に覚えてないんだよね、何なんだっけみたいな。なんかいろいろコロコロ場面が変わったのがねてるっていうのは覚えてるんですけど、うん、なんか内容よ意味わからなさすぎてよくわかんないのかな。まあでもなんかそういう時期ってあるよ、うん、整理してんのかな頭の中。あ、じゃあそうそう、ランキング見ます。ありがとうございました。13位がケンソリセブンさんです。ありがとうございました、ありがとう。13位、おめでとうございます。そして12位があっちゃんです。ありがとうございました、あっちゃん。12位ありがとう、また来てね。11位がテンさんです。ありがとうございました、おめでとうございます、また来てください。そして10位が、あ、ゆみうりさんの記事、あ、ありがとうございます、チェックしてくれてありがとう、嬉しいです。うん、あ、やったやったよ、ありがとうございます。だね。そして、10位がひのりんむらです。ありがとうございました。おめでとうございます。黙ってますね。寒くなって風邪、大丈夫。早くよく してくださいね、うん。ありがとうございました。ショールームなかったかいんで、ってなかった。ああ、そっか。偉大だ、ショールーム。ね、オンラインお話し会も着々と近づいてきてます。
ありがとうございました。第9位がヘスターです。ありがとうございました。おめでとうございます。ありがとう。そして8位が本さんです。ありがとうございました。8位おめでとうございます。そして第7位がファイナミです。ありがとうございました。第7位おめでとう。そして6位がコウジロウさんです。ありがとうございます。イイ、今日はいい夢見たね逆に何だろう、いい夢、安らかななんか夢がいいな。ありがとうございます。今日ドボンタイムで会えてよかったよ。よし、ありがとうね。うん、またね、ドボンもね、ぜひチャレンジしてください。ありがとう。ドキドキさんが日本シリーズ見てました。29日は待ち遠しいで、早く来い。29日、日本シリーズあとよね、どうなるか。第6位幸次郎さんです。ありがとうございました。おめでとうございます。第6位おめでとう。そして第5位がたまです。おめでとうございます。たま第5位、お話し会何話すかワクワクドキドキ。アイザーもね、ありがとう、こちらこそありがとうございます。ありがとう。またね。第4位がトラックエローさんです。ありがとうございました。第4位トラックエロー、おめでとうございます。そして第3位がサッキーさんです。ありがとうございました。おめでとうございます。あ、読めるように読んでよ。おや、大切ね。いいね。ありがとう、嬉しいです。いいね、ありがとうございます。応援の力はね、偉大です。うん、ありがとうございました。こちらすぐに新薬金、あ、これからなんだ。ちょっと寒そう、あったかくしてください。ありがとうね、お仕事前に。またね。第2位が先生です。ありがとうございました。第2位おめでとうございます。今日もね、ありがとうね、来てくれて、イエイ。そしてゼロポチ第1位が竹内さんでした。ありがとうございます、イエイ。あ、青にはないやってたね、楽しいでしょ。ありがとう。あ、トーク創生も当選メール、よかった。じゃあね、ぜひ見てくださいねドボンもね、ありがとうございます。いいですよ、本気で、本気で大丈夫です。うん、ゆめよりもね、いつもチェックしてくれてありがとうございます。嬉しいです。またね、来てください。竹内さん、熊だるまさん、たばね、ありがとうございました。ありがとう。みんなパチパチありがとうございます。イエイ。うん、トーク創生の当選メール着々と届いてますかね。おお、よかった。ありがとうございます。おお、よかったよかった。では29日ね、トーク創生の、トーク創生プロジェクト、元気プロジェクトのもだし、お話し会もだしね、うちも楽しみです。ではおやすみなさい。ありがとう。またねー。